救いの手を差し伸べるわ。あなたは誰より多くを救える薬師だ。だから生きてくれ。あなたなら薬を作れる。その手に託すぞ。おい、人だ！小舟の上に人がいるぞ！波の音。ここは大きな船の上。目が覚めたかい、ご婦人。あんたついてたぜ。あの広い海で拾われたんだ。立てない。それに喉が落ち着きな。水でも飲みなよ。ありがとう、助けてくれて。いいってことよ。なぜ小舟で浮かんでたんだい？小舟？ダメ、思い出せない。おいおい、冗談だろ。ごめんなさい、何も思い出せない。自分が何者でどこから来たのか。じゃあ俺が一つだけ教えてやるぜ。あんたの名前だ、キャスティさんよ。キャスティ、それが私の名前。なぜ知っているの？服に縫ってあるぜ。何かの制服かい、それ。驚いたな、本当に何も覚えてねえってのか。思い出さないと。少しでも手がかりが欲しいわ。私が何者なのかを知るのは難しくても、小舟が見つかった状況やこの船のことなら、この船の人たちから聞き出してみようかしら。ありがとう。ありがとう。ありがとう。手がかりが集まったわね。
私の乗る小舟は潮の流れから推測するに、東大陸を出て数日間は漂流していたらしい。さっき立てないほど消耗していたことや脱水症状から見ても妥当な期間ね。なぜ私はこんな知識を。いえ、それより今は見つけられた幸運を喜びましょう。この客船はブライトランドの港を出て数日、カナルブラインという大きな港へ向かう途中らしい。私のことを何か知っている人がいるか。そういえば私の所持品は船室に運び込まれたって。何か手がかりになるはず。調べてみましょう、港へ着く前に。これが私のカバン。ずいぶん散らかってる。急いで物を詰めたのかしら。これは薬草、鉢と棒、薬を練るための。どうやら私は薬師だったみたい。これは何かしら。白い花？なぜカバンに。思い出せない。港が見えてきたぞ。本当に大丈夫かい？記憶がないのに。少し思い出したの。私、薬師だったみたい。心配には及ばないわ。他のことも思い出してみせる。そうかい。本当の自分を知りたいなら海を渡れ。ある船乗りの言葉さ。幸運を祈るぜ、キャスティさんよ。ありがとう、船長さん。本当に。賑やかな街ね。間違いないぜ。何かしら。ひとまず自分のことを思い出さなきゃ。町の人たちと話せば何かきっかけがつかめるかも。なぜか避けられてる。
方ないわね。他を当たってみましょう。どうしました？どうした？何があった？熱がひどいわ。中に運びましょう。熱痙攣を起こしているな。全身に湿疹も出てる。湿疹に嘔吐、中毒症の初期症状かもしれない。手持ちの薬草があるわ。ちょっと待って。ひとまず熱を下げないと。初期の症状なら千寿の種と薬草を混ぜて、ちゃんと覚えてる。さあ飲みなさい。ゆっくり。よし、熱も引いてきたわ。よく眠ってる。あなたの処置は完璧だった。優秀な薬師に違いない。ありがとう。私はマレーヤ、旅の薬師だ。ありがとう、マレーヤさん。キャスティよ。でも覚えていないの。自分がどんな薬師なのか。私、記憶をなくしてしまって。なんだと？記憶もなく、どうやって薬を作ったのだ？薬の作り方や知識は覚えているみたい。不思議ね。なんだ、あんた。その青い制服、まさか。触るな！弟から離れろ！セナ、無事か？どこから忍び込んだ？何しやがった？落ち着け。彼女は薬師だ。その子を助けたのだ。出て行けよ。あんたエイル薬師団だろ。エイル薬師団？青い制服にその紋章、間違いない。みんなが噂してるぜ。町に疫病神が来たってな。疫病神？それってどういう？いいから出てけって言ってるだろ。行こう、キャスティ。エール薬師団って？私も名は聞いたことがある。どんな薬師団なのかしら。なぜあの人は。いいえ、今は他に優先すべきことがある。セナの症状は感染症の疑いが強いわ。病原を特定できないと町中に広がる恐れがある。
止めなきゃ。助けるのか、あなたを信用しない者たちを。自らの記憶を取り戻さなくていいのか。町の人たちを救うのが先よ。当然でしょ。誰かを救うためには関係ないわ。自分が誰かなんてね。やはりあなたは優秀な薬師だ。私はあなたを信じる。手分けして情報を集めよう。マレーヤさん、ありがとう。あんただな、エイル薬師団ってのは。俺らは騙されないぞ。聞かせてくれない？その薬師団のこと。とぼけるな。エイル薬師団は東大陸の小さな薬師団。ろくに金も取らずに各地で活動しているが、その実は治療と偽り大勢の患者を殺してるらしい。つい最近も村一つ滅ぼしたって噂だ。なぜそんな恐ろしいことをやってるのかは知らんが、その団員が町に来たって聞いたぜ。そうなのかもね。ごめんなさい、聞いても思い出せないみたい。今度はこの町の人を騙すつもりかい。とっとと出てっとくれよ。過去のことはわからない。でも今私はこの町の人たちを救いたいの。手がかりを集めて病原を突き止めなきゃいけない。だからお願い、知っていることを教えて。おいマルロ、どうしちまったんだ。ダメよ、離れて。なんだよ、マルロを殺そうってのか。いいから離れなさい。感染症の疑いがあるわ。同じ症状だわ。まずは熱を下げないと。私が運ぶわ。みんなはここで待っていて。ひとまずはこれで大丈夫よ。マルロを救った？あんた一体。大変だ、あちこちで人が熱出して倒れちまってる。おいおい、どうなってんだ。くそ、港の薬師団は遠くに出ちまってるぞ。私が見るわ。お薬よ。おやすみなさい。お薬よ。おやすみなさい。お薬よ。よ
とまず治療はした。町中に病が広がっているぞ。病原を突き止めねば。終わったのか。ひとまず危険な状態は脱したわ。でも油断は禁物よ。そのさっきはすまなかった。ひでえこと言って。俺もセナにどやされちまったよ。薬師さんは命の恩人だぞってな。勝手は承知だ。頼む、みんなを助けてくれ。ええ、もちろんよ。その代わり病原の特定に協力してほしいの。手がかりになるかはわからないが、セナが今日は水の味がいつもと違うって言ってたな。あ、それ今朝うちの母ちゃんも言ってた。俺が白湯を飲んだ時は気づかなかったけど。水、発病した人たちは水を煮沸せずに飲んでいた。だとしたら水源に病原がある疑いが強いわ。同意する、キャスティ。水源は町の南にある洞窟だ。あそこから町に水を引いてんだ。洞窟へ行ってくるわ。これ以上広がる前に病原を排除しなくちゃね。だったら俺たちも行く。自分らの町のことだ。力になりたい。ありがとう。でもその気持ちだけで十分。病原を扱うのは危険よ。患者さんのそばにいてあげて。わかった。気をつけてくれ、薬師さん。マレイヤさんもここでみんなの看病を頼むわ。あなたはいつも自らより他者を優先する。無事に帰ってこいよ、キャスティ。あなたもいい薬師ね、マレーヤさん。行ってくるわ、水源へ。おやすみなさい。
次の患者はと。私の番ね。はっ、今よ。行くわよ。ごめんなさいね。始めましょう。私のやーっさて、やっ私の番ね。冷やしておくわね。ごめんなさいね。とやーっ立ち止まるわけにはいかない。次の患者はと。行くわよ。冷やしておくわね。今よ。わっ、いや、はっ、それ。ごめんなさいね。無茶しちゃダメよ。行くわよ。やっ、ちょっと痛いわよ。どうしようかしら。はっ、ごめんなさいね。手加減なく。やっ、行くわよ。えい、どうしようかしら。さて、やっ、今よ。どう、やっと、やっ、それ。悪い子につける薬はないの。あいにくね。絶合紙が壊されている。何かがここから侵入したのかしら。水源はこの先ね。注意して進みましょう。次の患者はと。さて、ふ、ごめんなさいね。ど、ふ、やっ、よーし。
ごめんなさいね。行くわよ。ふん、今よ。スキャー、はっ、それ。悪い子につける薬はないの。あいにくね。私の番ね。冷やしておくわね。ごめんなさいね。いく、はっ、やっ。立ち止まるわけにはいかないの。どうしよう。や、今よ。わっ、いや、えい、それ。悪い子につける薬はないの。あいにくね。ひどい匂い。不衛生は万病のもとね。さて、肝心の病原はどこかしら。そこら中に毒素が蔓延しているわ。吸い込まないよう注意しないと。あれが病原ね。あなたたちだったのね。ここで病原をばらまいているのは。充血した目、毒素の混じった体液、感染症にかかっているようね。彼らが触れた水を口にすると人にも感染症状が現れる。ここは町の人たちの大事な水源なの。あなたたちの住みかへ帰ってくれないかしら。うぎん、うぎん、うぎん。分かってたけど話が通じないわね。残念。病原を駆除するわ。おとなしくなさい。さて、やーっ！いけない。行くわよ。冷やしておくわね。ここね。どうしようかしら。
冷やしておくわね。ごめんなさいね。手加減なしよ。突撃だ。なんてこと。冷やしておくわね。仲間を食べた。ひどい匂い。まさか仲間を食べて強化したの？これは迅速に対処する必要がありそうね。しっかりしないと。使わせてもらうわ。救いの手よ。これでよし。行くわよ。はっ、ちょっと痛いわよ。いけない。いやあ、よし、やあ。きっとこの手で突撃だ。どうしてありくりは得意なの。お薬の時間ね。行くわよ。えい。私のよーし。どうしよう。行くや、あー、突撃弾。これでよし。立ち止まるわけにはいかない。悪く思わないでね。病原は立てた。あとは浄化槽を撒いておきましょう。時間が経てば汚染は浄化されるはず。体にも振りかけてと。匂いまでは取れないけど仕方ないわね。さあ帰りましょう。来たよ。ひでえ匂いだ。ごめんなさいね。病原は駆除して水を浄化したわ。もう少しすれば元のきれいな水に戻るはずよ。念のためしばらくは水の煮沸を続けてちょうだい。セナのお兄さん、
セナの具合はどう？ほぼ治ったみたいだ。熱ももうない。よかった。後で様子を見に行かせて。俺たちあんな仕打ちをしたのに、あんたは助けてくれた。町を救ってくれてありがとう。いいのよ。そうだ、ちょっとお願いがあるんだけど。何でも言ってくれよ、キャスティさん。お風呂をお借りできないかしら。キャスティ、あなたに会えてよかった。もう行かねば。私も旅を続けるとしよう。マレイヤさん、あなたは何のために旅を？ある病を治す薬を研究している。素材はあるのだが、調合法を確立できない。一人でも多くに救いの手を差し伸べるために。何か力になれないかしら。私の問題だ。あなたにも問題があるだろう。記憶だ。エール薬師団とは何なのか。そして私は思い出さないと。マレイヤさん、エール薬師団も知ってたわね。ねえ、マレイヤさん、何を知っているの？私に教えてちょうだい、あなたの知っていること。キャスティ、あなたは誰より多くを救える薬師だ。だから生きてくれ。あなたならきっと薬を作れる。その手に託すぞ。生きろ、キャスティ。あなたに救うべきものがある。まさか。あなたの記憶が戻ることを願っている。さよなら、キャスティ。記憶に出てきた人、あれはマレーヤ。
私は過去に彼女と出会っていた。どういうこと？マレイは初めて会ったかのように装っていた。なぜ？マレイ、マレイ、私はマレイヤによってあの小舟に乗せられた。なぜ？私たちは何から逃げていた。思い出せない。何か他に手がかりは？カバンの底に隠しポケットがある。小さな本、医療日誌。それは私が記したと思われる医療の記録だった。そこには二つの町の名が書かれていた。サイの町、ウィンターブルーム、そしてこれは血がついていて、この先は読めないわ。何があったっていうの？旅立ちましょう。手がかりはこの医療日誌だけ。行ってみるしかないわ。ここに書かれた二つの町に。思い出さなきゃ私自身のこと、それと大切な何かを思い出さなきゃ。